最近の軽自動車は眩しい点々。車を日常的に運転する人から、最近の軽自動車のヘッドライトは、そう、眩しいという声を時々聞くことがあります。確かに信号待ちなどで、後ろの軽自動車のライトが明るいなと感じることもありますが、これには一体どのような理由があるのでしょうか 最近の軽自動車のヘッドライト事情について、中古車販売店の整備士に話を聞いたところ、以下のような回答がありました。軽自動車のヘッドライトの明るさが増しているのかという質問ですが、実は軽自動車に限らず、最近の車は全般的にヘッドライトが明るくなっています。その理由としては、ヘッドライトの光源に、 HID や LED を採用するモデルが増えていることが挙げられるでしょう以前の車のヘッドライトの光源はハロゲンガスを用いたハロゲンライトが主流でしたこれは黄色みがかった光が特徴で現行車種でもグレードによってはハロゲンライトの採用を残しているものもありますしかし 2000年代半ば以降にはより明るい HID が登場し、近年ではさらに明るさの増した LED のヘッドライトを採用したモデルが一般化しています。HID、LED のライトの特徴は前述のようにハロゲンよりも明るく、それでいて白く鋭い光を放ちます。 特に HID はその特徴が顕著に見られます。これは車の前方を広く明るく照らすため安全運転に貢献するのですが、その一方で周囲の車にとっては眩しい光が増しているともいえ、つまり対向車のライトが眩しいと感じる機会が増えた原因は、LED などの最新式ヘッドライトを、 搭載する車が増えたことにあると考えられます。中古車販売店の整備士。さらに加えて、近年採用の増えている先進機能、オートハイビーム機能も、眩しい原因の一つとして考えられると言います。これは、先行する車や対向車のライトを自社が自動で認識して、自動でハイビームとロービームを切り替える便利な機能、 しかし、カーブやアップダウンの続くような道路状況のほか、対向車との距離があるため先方のライトが検知できていないなど状況では、ドライバーの意図しないタイミングで、ハイビームになってしまうケースも現実的にあります。そのような場合には、ハイビームに照らされた対向車のドライバーは、当然のように眩しいと感じてしまうでしょう。 軽自動車が眩しさのやり玉に上がる理由とはこのように HID や LED を採用したヘッドライトの普及とオートハイビーム機能の搭載によって車のヘッドライトが眩しいと感じる機会が増えていると言いますがではなぜ軽自動車がそのやり玉に上げられることが多いのでしょうかこれについても戦術の整備士に聞いたところ その原因には軽自動車に軽スーパーハイトワゴンというタイプのモデルが増えていることが可能性の一つとして考えられるとのこと。ホンダ N ボックスに代表される軽スーパーハイトワゴンは軽自動車でありながら車の全高が高く車内が広いため居住性も高く快適な点が大きな特徴です。 しかしその一方で全高とともに運転席の着座位置も高くなり、さらにヘッドライトも高めの位置に設置されているので、対向車がセダンやスポーツカーのように視点が低い車だった場合には、目に軽ハイトワゴンの光軸から放たれた光が直接入ってしまう可能性があります。その結果、最近の軽自動車のヘッドライトが、 眩ししいいいととと感じるるる人がが増えている可能性があるということでした軽自動車に限った話ではなく技術の進歩によって車のヘッドライトは以前よりも格段に明るく広く照らせるようになりましたこれには夜間でも遠くが見渡せて安心して運転できるというメリットがありましたが 眩しいと感じる対向車への影響も無視できないものがあります。また時には蒸発現象といって歩行者が前後両方の車のヘッドライトに照らされることで光に紛れて見えなくなってしまうこともあります。明るくなったヘッドライトは夜間に安心して運転できるメリットの一つではありますが 万が一の事態や事故の誘発を避けるためにも、これまで以上に対向車や、周囲を意識した運転をするように気を配っていきましょう。